オーグリさん可愛いね。なんて言ってるんだろうね。まさかモーグリ族なのか。実物を見たのは初めてだ。森の奥に隠れ住んでいて、人前には姿を見せない幻の蛮族。子供の頃に読んだ本に確かそう書いてあった。ネクタールというのか。俺はクライブだ。あ、なんとなくだが。それは大変だったな。シードのやつ、きつく縛りだって。テネスの料理は最高ね。仕事終わりだと美味しさもひとしおね。ここも賑やかになったもんだ。昔は人も少なくて静かだったんだぜ。親方にどやされる前にちゃっちゃと片付けねえと。あなたなのね。ジル。クライブ。生きてたのね。君も二度と会えないかと。体は大丈夫か？クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは。驚いたよ。なあジル、よければ話してくれないか。なぜ鉄王国に？あの日フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。え？クライブ、聞かせて。一体何があったの？全て俺がやったことだ。そん
女、あなたが召喚獣になってジョシュアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜、そうだ、あの男、俺に何か、何と言ってた。見つけたぞ。何をだ。クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。ジル、俺は分かった。なら、その服を着替えないとね。ここ、私の部屋なの。盛り上がるなら、よそでやって。ああ、すまない。後でね、クライブ。出発する前に、支度を済ませておくわ。支度を整えるわ。クライブ、また後で。あんたがいつまでもここにいると、彼女着替えもできないんだけど。次のベアラー保護についてだが。モーグリさん可愛いね。支度はすでに。なんて言ってるんだろうね。新しい舞台を作る必要があるな。増やすか。よう、クライブ、少しはここに慣れたみたいだな。悪くない場所だ。そいつは結構。実はまた頼みたいことがあるんだ。もちろんただでとは言わないだろ。それがここの流儀だ。お前も言うようになったじゃないか。さて、また隠れ家のみんなに料理を届けてほしいんだが、どうだ、やってくれるか。ああ、いいだろう。助かるぜ。それじゃあこいつをエントランスに居住区、あとチカローに届けてくれるか。みんな腹をすかせて待ってるはずだ。任せたからな。シードならロザリアに向かったぜ。ほんと、じっとしてらんねえ人だよ。いい匂い。そろそろご飯時かしら。ああ、ケネスからだ。わざわざ持ってきてくれたの？なかなかラウンジに行けないから助かるわ。ずいぶん忙しいんだな。ええ、この子たちが話してくれなくって。それにチョコボ臭いままお食事なんて迷惑でしょ。水浴びする時間ももったいないしね。チョコボたちのお世話に専念したいから。ありがとう。ケネスにもお礼を言っといてね。
気が向いたらまた手伝ってくれよ。大工はいつでも人手不足だからな。おい、も、おう、どうした？あんた、まだこの牢に用があるのか？ケネスからだ。おっと、飯を届けに来てくれたのか。腹が減ってたんだ。ありがとうよ。ずっと牢の見張りを。そうさ、隠れ家の平穏を守る大事な仕事だからな。中のやつをほったらかしにはできないだろ。あんたももうここにはぶち込まれるなよ。食べられる果物の種類を増やせないかしら。ボフミルに頼んでみようか。おや、何か用かい？ケネスから届け物だ。おお、待ってたよ。じいさん、飯が届いたぞ。食えるか？彼はどうしたんだ？病み上がりで休んでもらってる。ここは療養所も兼ねてるからな。みんなの世話は俺の仕事だが、食事ばかりはそうもいかん。ケネスのおかげでいつも助かってるよ。あんたも届けてくれてありがとう。お互い頑張ろうぜ。これで全て届けたな。ケネスに報告しよう。ああ、わかった。しっかりと訓練できる場所が欲しい。モーグリさん可愛いね。なんて言ってるんだろうね。お疲れ、クライブ。届けてきてくれたか。ほら、約束の報酬だ。受け取ってくれ。ここのみんなはそれぞれの仕事をして助け合って生きているんだな。ここのことを分かってきたようだ。お前の働きも助け合いの一つさ。もう立派な隠れ家の住民だよ。だといいが。ああ、みんなも認めてる。これからの働きにも期待してるぜ。いいところに。どうかしたのか？わしの助手が土の採取に向かったきり帰ってこんのだ。もしも彼女の身に何かあったらと思うと、気が気じゃないとはこのことか。頼む新入り、様子を見てきてくれないか。わかった、行ってこよう。おお、ありがたい。彼女が戻ってきたら相応の礼をするぞ。それであんたの助手はどこに？ロストウィングの外れにあるゴールトン農場にいるはずだ。ベアラーが一人で出歩くのは危険だが、あそこは良質な土を採取できるのでな。彼女に何か起きてからでは遅い。一刻も早く向かってくれ。
今の悲鳴は。大丈夫か？ええ、助けてくれてありがとう。あら、確かあなた隠れ家に新しく来た人よね。クライブだ。私はマーテルよ。よろしく。マーテル、なぜこんなところに？この辺りはベアラが出歩くには危険だぞ。でもまだ土を取り終えてなくて。なるほど。土の採取に向かった助手というのはあんたのことだったのか。またいつ魔物が出るとも限らない。土なら俺が代わりに取ってこよう。それじゃお言葉に甘えさせてもらおうかしら。この辺りで良質な土を採取してもらえると嬉しいわ。できれば何箇所か回って集めてちょうだい。いくつか取ればいいんだな。そういえばボフミルが随分と心配していた。早く隠れ家へ帰るといい。心配ね。まあいいわ。それじゃクライブ、お願いするわね。早速土を採取するか。何箇所か回って集めるとしよう。これくらいあれば十分か。隠れ家へ戻ろう。クライブ、さっきはありがとう。取れた土はボフミルに渡してあげて。おお、戻ったか。それで無事だったかね。あんたの助手なら俺が助けた。もう帰ってきてるだろう。そうではない。採取した土は無事かと聞いておるんだ。ああ、取ってきたが。これだよこれ。助手が持ち帰った分では到底足りんかったからな。これさえあれば研究がはかどるというもの。
まずはエーテル含有量のばらつきを調べて、それから…まさかあんたの心配って…そう、私なんかじゃなくてその土のこと。この人、研究以外お構いなしなの。だが…いいのよ、いつものことだから。彼の研究のおかげでこんなところでも植物を育てられる。なら、あれくらいはご愛嬌よ。でも、あなたには迷惑な話よね。どうせお礼のことなんて忘れちゃってるんでしょ。はい、受け取って。相応のお礼かはわからないけど。ここで作った果実をお礼にできたらよかったんだけど、まだ味が今一つなのよね。いつかとびっきり美味しい果実にしてみせるわ。楽しみにしてて。これで肥料の研究がはかどるぞ。菜園の拡大も視野に入れて。しっかり訓練できる場所が欲しい。何か用か？どれが欲しい？よし、できたぜ。またな。また何か入りようかい？ここを出る。世話になった。死人よりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。ああ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。いいかい、のたれ死ぬんじゃないよ。ガブに挨拶。
しておこう。手短にな。どれが欲しい？またな。おう、どうした？どれが欲しい？またな。何か入り用かい？いい品が揃ってるよ。また来なよ。何か用か？何が必要なんだ？また来いよ。一仕事したら飲みに行こう。いいね。なんだ、出ていくのか？ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな。クライブ、今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。世話になった。ありがとう、ガブ。よせよ、俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。じゃ、元気でな、クライブ。シードのやつ、こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。わかってるさ。ごめんなさい、待たせて。よし、行こうか。ええ。ロザリア、13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの？ああ、ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。クライブ、でも戻った。君と一緒に。
行こうか。マーサの宿はこの先の高台にある。まずはそこを。そう、そろそろ人も増えてくるわね。俺のベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。ザンブレクのベアラー兵がこんなところで何してんだ。しかしマーサの宿の飯はうまかったな。
敵だ。建設途中の水道橋か。フェニックスゲートの惨事がなければ完成していたのかしら。そこの人、ちょっと手を貸してくれ。そこの人、ちょっと手を貸してと、ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラーとは。いや、頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラーを使うのは気が引けるが仕方ねえ。そこのあんた、一つ頼まれてくれ。見ての通り、俺の馬車はあの有様でな、チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。急ぎの荷物だけでも先に届けたいんだが、ここを離れるわけにもいかなくてよ。そこでだ、この先のマーサの宿までひとっ走り荷物を届けてもらえないか。わかった、荷を預かろう。ありがてえ。こいつがその荷物だ。マーサの宿の馬屋番に渡してほしい。馬屋番からの報酬はそのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。それじゃあよろしく頼むよ。預けた荷物をマーサの宿の馬屋番に渡してくれ。それじゃあよろしく頼むよ。それだ！
警戒して。
マーサの宿まであと一息だ。You